清廉賞は、大日本武徳会における表彰。事実上の称号である。清廉賞は5時。1895年4月17日、小松宮昭人親王を総裁として、大日本武徳会が結成され、同年10月26日から28日まで、第一回の武徳祭大演舞会が開催された。全国から989名の武術家の参加があった。 この大会で、各武術の特に優秀な人物に、精錬賞と名付けた表彰が行われた。剣術では15名が選ばれた。休術は17名、従術は6名、創術は3名であった。1933年まで、毎年の武徳祭大演武会において、大会終了後に審査員が表記の上総裁に、苦情し、精錬賞が発行された。 1914年9月には、聖錬賞授与令が定められ、選出の基準が明文化された。なお、大会で良い立て合いをすれば何回でも授与すると、規定していたが、実際は1回までという不分率があり、2回授与された者はいないとされる。聖錬賞は、1902年に、藩士と教師の称号が制定されるまで、第二本部特会における、 最高の表彰であった。藩士教師の制定後は、教師の会となり、授与数も増えたが、それでも精連章を受け有している者は、一人前の扱いを受けた。正式に称号化すべきとの意見が多くなり、1934年、精連章に代わって、連紙が制定され、精連章は廃止された。称号とは別に正連章を残す案もあったが、 複雑になることを避けるため廃止された。第1回の精錬賞を授与された、剣道家。前列右から梅崎八一郎、小南お三む三橋勘一郎、石山まごろく、徳能関四郎、奥村左近太後列右から吉田正美、高山峰三郎、松崎奈美四郎、香川善二郎、安倍森江、原藤夫。ありがとうございます。